こんにちは、いろげです。ちょっと喉がこんな感じなんですけど、あらかじめご了承いただければと思います。はい、今回動画のタイトルの通りなんですけど、皆さん大変お騒がせして申し訳ございませんでした。パソコンが戻ってきました。本当だったら、結構叫んでたと思うんですけど、ちょっと声がこんな感じなんで、ちょっと控えさせていただくんですけど、修理から戻ってきましたので、その報告をしたいと思います。ちなみにこの動画撮ってるのは月曜日で、修理に出したのが先週の水曜日だったので、ほぼ5日で戻ってきました。ちょっとざっくりなんですけど、一応うちの MacBook はこのようになっております。ちょっと詳しく説明すると、お茶はここら辺にこぼれて、で、なおかつ、勝手に Z 部分が押されたり、勝手に再起動したりしたので結構大変でした。ちなみにデータなんですけど、奇跡的に残っておりました。ちなみにこれ修理の担当の人に聞いたら、これひどかったらもう全部リセットだったと言ってたんで、もうネタバレになるんですけど、クレーン車の動画はもうほぼほぼ編集してるんですけど、もうデータ全部消えたら5、6時間の編集がパーになってしまったので、とりあえずデータ消えなかったことについてはもう本当に良かったと思います。ちなみに修理費なんですけど、税込みで48,400円しました。今回はキーボード全部爽快だったので、キーボードだけで半分は行きました。ちょっとこんな言うのもあれなんですけど、僕が今住んでる家の家賃1ヶ月分なんですよね。もうちょっとあれなんですけど、新品買うよりかはだいぶマシだと思っていますので、これはこれでマシだったんじゃないかなと思います。で、一応僕は今回を機に、もう MacBook の前ではお茶飲まないようにします。もうお茶飲むときはこの MacBook から離して飲みたいと思います。はい、ということで僕の MacBook が修理から戻ってきましたので、今週からバンバン動画を出したいと思います。先週の動画でしばらく休むとは言ったんですけど、まさか1週間も早く戻ってくるとは思わなかったので、僕としてはめちゃくちゃ嬉しいと思います。修理費に家賃1ヶ月分かかってしまったのが結構痛いんですけど、MacBook 新品で買うよりかはだいぶマシだと思っております。ということで今週からバンバン動画を出していきたいと思いますので、楽しみにお待ちいただければと思います。動画もそうなんですけど、来月から徳島動物園でのレゴオフ会も頑張っていきたいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。